俺ゲルムゲちゃう。射程伸ばしてやるからね。射程伸ばしてやるからね。よしよしよし。射程伸ばしてやるから一生来るな、敵。一生来るな。はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。今回は、今、一番 SMG で使われてる、武器ですね。AK-74U の僕が思うベストカスタムを作ってきたので紹介したいと思います。アタッチメント構成はこのような形になってます。マズル、スペツナズ。で、バレルが、リンフォースかな。で、グリップも一番下のスペツナズ。ハンドルはスピード。ストックはノーストックとなっております。AK-74U クリンコフは、まあ、MP5 より、まあ、ブレがちょっとね、目立つんですよね。マズルとアンダーバレルで、ブレを抑えてるような感じですね。アンダーバレル、このスペツナズグリップとスペツナズスピードグリップ、この一番下とね、下から2番目のグリップの違いなんですけど、このスペツナズグリップの方は、まあ、シューティングムーブスピード、まあ、打ってる時の動きがかなり遅くなる。マイナス 30% でかなり遅くなるんですよね。SMG といえば横移動の速さがね、売りなので、まあ、撃ってる時の動きは遅くしたくないということで、こっち、マイナス 30% のこっちではなく、一番下のスペツナズスピードグリップにしてます。僕の動画の半分の視聴者の方がまだね、チャンネル登録未登録なので、まあ、2回以上見てくれてる方は、よかったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。で、今日は動画の最後にちょっと質問返しを用意してあるので、まあ、最後まで見ていってください。というわけで、試合へ、どうぞ。はい、というわけでやっていきたいと思います。今回は草マップということで、まあ、かなり、SMG どうかな、まあ、うまいこと立ち回っていけるかな、正直ちょっと不安はありますけど。OK。さあ、これ敵に嫌がらせをしていきますよ。ここで赤点を出してしまったということは、わはは君じゃないんだ。君を撃ちたかったわけじゃない。なんか途中で割り込んできたな。僕ですよーって。よし。リスポーン変わったかな、若干変わった感じもありますね。東大上はいないかな、後ろから撃たれてる。草だらけで全くわからん。全くわからん、これ。ちょっと足音がするので、そいつ先倒して、どっちだ？この草のマップは、ま、この土のうかな。オブジェクトをうまく、縦にしていきましょう、これ。縦に。なんだこれ。なんだあいつ、超能力者か。フラッシュか、フラッシュなのか。やべ、ここ孤立してる。まずいまずいまずい。ここ敵いっぱい来そうだな。まだ来るんじゃない、まだ来るな、まだ来るな。多分、ってかこっちからしか来ないんじゃないか。ほら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 、まだ来るんじゃないか。まさかこんなずっと同じところで、あ、さすがに、さすがに厳しい、さすがに厳しい。フラグ入れますよ。当たらない。74は、クリンコフは、MP5 と比べて、中距離がかなりやりやすいから。ああ。しっかりとね、ちょっと覗いて、まあ、AR の距離でも狙ってもいいかもしれない。こういう距離ですね。こういう距離ですね。これ、後ろ湧いてるな。これ後ろ湧いてると思う、ほら。このマップの、このエリアはちょっと3人湧いてる。ちょっと脇がね、反転しやすいというか、味方がいないとこにすぐ敵ありという感じですね。この距離も抜いていくんでしょうね。ちょっとスティーム打って、今回はスティーム持ってきたから、連戦ができるというわけですね。この距離も、この距離もいけちゃう。この距離もいけちゃう。で、そこにいる敵も、まあ今のは、ちょっと、クソエイムだったわけですね。ちょっとね、僕が。この距離もいけちゃう。射程伸ばしてやるからね。射程伸ばしてやるからね。よしよしよし。射程伸ばしてやるから一生来るな、敵。一生来るな。すごいすごい。脇がすごい。で、まだ来てるんじゃないか、これ。まだいる気がする。さすがにもういないか。カウンター UAV 人気だね、本当に。さあ、味方とチームショットして、溶かしていきますよ。奥分けしてるかな？リロードしとこう。多分そこ出てくるな。あれ？遅いな。オッケー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 。今回そう。よいしょ。
フィールドマイク持ってきたんですよ。ベータから弱体化されてあんま使ってる人いないけど、まだね、強い気がするので、持ってきたんですけども、どうしよう。これ、ウォーマシン使っちゃうか。固まりそうだもんね、敵。オッケーオッケー。オッケー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 。で、センターだな。さあ、そこ来るんじゃないかな。お、お、リスポーン変わるか、これ。変わらないのか、どっちなんだ。2枚赤点出てるね。あ、当たった当たった。おしよ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 し。あ、これ湧きたてじゃん。あー、最悪。あー、ミサイル出しましょうか、これ。いやー、湧きたてか。ほんと、なんか湧きたてかどうかわからないからな、パッと。センターで湧いたってことですね。で、このフィールドマイク。フィールドマイク、まあ、意外とまだ映る人結構いるから、確かに忍者で無効化できたよね。来て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 。オッケーオッケーオッケー。フィールドマイクは、活躍してるような気がしますね。ような気がする。壊されなければ、ずっと残ったよね、確か。さあ、誰もいないので、ここ取っちゃいますよ。あれ？ポイント見えないな。ポイントが見えないな。いやー、マジでね、中距離解けるよね。アサルトライフルだよね、これじゃ。まあ、これが有効射程距離伸ばした、74の力のはず。ちょっと有効射程距離伸ばしてない状態を使ってないんだけど。いやー、惜しい。残り20秒。だいたいハードポイントはね、まあ、30秒、40秒、かな、ローテは。まあ、プロの試合とかだとほんとね、40秒ぐらいでも誰か動き出すんですけど、まあ、公開マッチは、まあ、そんなに深く考えなくてもいいけど、まあ、だいたい30秒ぐらいかな。まあ、でも、66だと結構人数でゴリ押し、正面からゴリ押せたりしちゃうからね。で、誰もセンター見てないから、こっちから。オッケー。やっぱ AR だな。で、地点がやばそうなので、寄りつつ、なんか MP5 だったらこういう、この距離、あの入り口までの距離、あんまり撃ち合いたくないなって気持ちになるんだけど、74だったら、こういう風に堂々と構えて、もう、なんか安心感があるよね。これセンターから来てない？今、おったな。お、アーマー付きだ、珍しい。よし、VTOL 溜まったね。もう使っていっちゃおうかな。よいしょ。敵にエアパトロールがいないことと、対空ガチ勢がいなければ、キルできます。固くない、あの人。よし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 。よし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 。ローテも倒していく。で、これね、気がついたんですけど、左スティック押し込むとこうやってブーストできるんですよね。早く移動できる。これ知らなかった。あ、朝の人かな？落とそうとしてる人。おら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 。敵そんな落としてくる人いなそうだな。あー、やばいやばいやばい。やめてやめてやめて。やめてほしい。もうちょっとキルしたい。もうちょっとキルしたい。いや、ここでブーストして避けていく。多分意味ないけど。ロックオンされたらね、もう意味ないと思うんだけど。君かな？いや、もう落ちるかな。よしよしよし。あ、でも結構キルできてるな。よし、十分でしょう。十分、十分。さあ、敵は、ほとんど正面かな。さあ、ここで、74の中距離の力、見せていきたいなと思ったんだけど、出てこないな。いや、出てくるか、出てくるのか。出てくるな。いやー、溶かせるねー。溶かせちゃうね、これ。まだこっちから行ってみよう。お？あぶれ。まだ湧いてるね、奥。フィールドマイクどうしよう。どうしよう、どうしよう。ここに置いちゃう、ここに置いちゃう。いたないわ。え？
やばいやばい、多すぎ多すぎ多すぎ。これ僕の後ろ湧いてるな。大マシン使いたいけど、多分湧きたてでしょ。多分効かないやつだ。なので、ちょっと時間経ってから。はい。あー、なんでもう、そっち、橋も来てたか。はい。いやー、もったいないな、今のは。よし、ラスト、ラストちょっと、暴れて終わりましょう。わあ、76キルか。まあ、とりあえず1万ダメージは達成しましたね。で、これ2秒乗って、OK! はい、というわけでお疲れ様でした。今回のスコア1万2000スコアの1万1000ダメージということで、まあ、ちょっとスコアが、連キルが途絶えちゃったからね、あんまり高くないかもしれないけど、で、今回、ちょっと動画の最後にちょっと質問をね、1個読んでいこうと思います。フリグと AK どっちが強いんですかっていう質問なんですけど、まあ、現状、クリグの方が AR としては強いと思います。で、AK はね、まあ、その中間的な位置なんですよね。SMG と AR の中間。AK は威力は高くて、まあ、キルタイムも十分早いんですけど、まあ、遠距離、本当の AR の距離ってなると、クリグの方が勝ってるし、SMG 近距離の距離ってなると、まあ、MP5 とかの方が強いんですよね。だから AK ってすごく器用貧乏なので、なんかプロシーンの方でも AR はクリグ、SMG は MP5-74U っていう状態なんですよね。まあ、公開マッチで使う分には十分ね、どの距離でも強いと思うんだけど、まあ、AR としてはクリグの方が勝ってるかなと思います。まあ、こんな感じで動画の最後にちょろっとね、質問をこれから読んでいこうかなと思うので、ぜひね、コメント欄でコメントしてください。もしかしたら動画で取り上げるかもしれません。よかったら今日もチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お疲れ様です。